に TRF をプレゼントいたします。おめでとうございます。はい、シルクマットプレゼントいたします。オーケー。ここまでまあ、ちょっと、あれね、DJ コーさんが、ちょっとやっぱもうマシーン持ち込んだということで、マシーンの、凄さと自分の凄さを見せつけようとして、ちょっとなんか遊びが多すぎるよね。うん、僕なのがシンプルやから。何も、ただただ緊張でしかないから。スクラッチするときに、とてつもない緊張しかないから。こうなんちゅうの、遊びがない分、シンプル。シンプルに。なって、いうふうには思いますけどね。シンプルザベスト !Yeah! ええぜ、ドゥデアスよしよしよし。たかし行きますか。でもね、どこの部分をスクラッチするんだとか忘れちゃったんだね。あ、そうだ、わかった、オッケー行くよ。さあ、それでは、でもカチカチやねえ。いや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 、準備してるわけじゃなくって。BPM をカチカチ、曲のあれ、カチカチカチなんかやってるのよ。僕の番ですから、僕の番にその、あれですよ、やらないでください。ちゃんと DJ コーさんになった時に、その、いろいろカチカチボタン押してもいいですけど、僕の番の時に、それされると、すごい集中が切れてしまうので。OK! OK ですか ?OK! じゃあ次は、私の方からいきますよ。さあ、Are you ready? Thank you, thank you. 3、2、1、GO!何にも使わずにこのノイズ、いやスクラッチスクラッチシンプルでしたね。今すごいシンプルでした。ただ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 、あー、やばい、やばくないよ、全然やばくないよ。もう一回行く、もう一回行かしたいの。オッケー、じゃあもう一回行くよ。 Are you ready?さあ、これはちょっと簡単すぎたかもしれない。過去最高のスクラッチ出たね。過去今までこすってこすってこすってきましたけども、一番のスクラッチ出ました。これやっぱり DJ コーさんに釣られたというかね、何でしょう、やっぱ最高の、バトルタイムが引き出した最高のスクラッチでしたね。ノーフェイダーノーフェイダーの、ノーフェイダー、ピチカート5、東京は夜のうちにそのまま南さん、違うラジオネームバケレコからいただきました、団子三兄弟、違う、ラジオネームだるまさんがコロンボからいただきました、サザエさん、違う、どうしたおい。ラジオネームヤマヒ、パフュームのポリリズム、どうした、違うよ。ラジオネーム荒川区のせんちゃん、007のテーマ、全然違う、どうしたの、最高のスクラッチしてんのにしかし今の、あ、質問、はい、何でしょう、サビですか。ヒントヒント、ノーヒントでって言ってたのに今日ノーヒントで、まあまあいいでしょう、これはもうイントロ部分です。ここは完全イントロ部分です。でももう皆さんがもうこれ絶対知ってるやつなんですよ。もう一回いきますよ、いきますよ。Are you ready? え?いやーって言うてくれてたよ。いや、ちっちゃい。なんでカットアウトしたの?Are you ready? もう飽きてきた?なんなん?カチン切るやん。思ったよ。いくよ。イントロ部分ですよ。
か、あれかも。なあなあなあ、あれかな。あ、DJ コーダー分かりました。え、誰か、あの曲名分からなくても誰が歌ってるかだけでも結構ですよ。おお、え全然違う。何ですかこれ、メダカのって、メダカの学校違う、全然違う全然違うよ。え、ラジオネーム夢見がちからいただきました。一部と全部ビーズ違う。ゲルマン人さんからラムーで、愛は心の仕事です。違う。変顔美人からいただきました。藤本美樹ロマンティック彼モード違う。もうこのコーナー今日で終わりや、なんでやろ。太陽に吠えろテーマソングナスダック違う。神奈川県ラジオネームイカナゴからいただきました。田原俊彦抱きしめてつないと正解。おお、ね、なるほど。コウさんよく聞いてて、はいはいはい、行くよ。違うね、違うの。抱きしめてつないだから、よく聞いてくださいよ。いきますよ。6 7 8